えー、今日のアベプラで双子専門家の方の説明が頭に入ってこなかったんですがあの方のように知的すぎて頭に入ってこない方の先生の場合どのように話を聞けば頭に入ってきますかまたたまにあのタイプの方に教わる時に苦労する時がありますえっと今日たまたまそのアベマプライムっていう番組で双子を20年研究している先生が出てたんですけど学術的な正しさを追求しすぎたせいで説明が長くなりすぎて何を言ってるかわからないというのになりがちな先生って結構多いんですよ ちゃんとした先生ほどになりがちなんですけど、例えば性格がどれぐらい遺伝によって影響するかっていう質問を僕がしたんですよ。ある程度遺伝で決まるって言っちゃっていいんですよねって言った時に、その決まるっていうのを僕の教え子が書いたら罰をつけます。遺伝っていうのは傾向があるっていうものであって、決まるって日本語で言うと、だいたい100%ぐらい確定してる単身話になるんですよ。でも遺伝っていうのはあくまでそういう傾向が強いって話で、 数学的センスとかであれば大体、だいたい80%ぐらい遺伝する傾向があるんですよ。でもそれは、あくまで傾向があるっていうだけで、じゃあ80%必ず遺伝するかっていうと、そうでもなくて、そういう傾向があるなので、そこを厳密さを追求しちゃうと、やっぱり説明がちょっと長くなっちゃうんですよね。例えば、その、一卵性の双子の場合って、遺伝子は100%一緒なんですよ。 で、遺伝子が100%一緒なのにもかかわらず、遺伝によって決まる能力の違いがなぜ出るかっていうと、遺伝子っていうのがその A とか H とかっていうタンパク質があるんですけど、で、そこのタンパク質をじゃ RNA がコピーして、で、またそれを DNA に変換するみたいなのをやるんですけど、いろんな遺伝子がありながら、その遺伝子の能力を発動するかどうかっていうのは、実はミトコンドリアだったり RNA だったり、たまたまその臓器の中の遺伝子がたまたま その変な形してたからそれが取れなかった場合とかいろんな状況があって実は同じよようにはならならいことがあるんですよねでそれは塩基配列が同じだとしてもそこに与えられる状況によって発露する性格だったり能力だったり体格だったりいろんなものが変わってくることがありますよっていう話をちょっと科学的に言い過ぎたんですよ。 電気配列とかって普通わかんないじゃないですか。だから、いい先生なんだけど、大学に入る人で生物学やる人だったら当然わかる話なんだけど、そうじゃない人に言うにはちょっと難しい感じだったので、わかりづらいかなと思ったんですけど、今日僕が面白かったなと思ったのは、あの、性格の遺伝はやっぱりするっていう。双子って性格全然違うよって言いがちなんですよ。 いや双子の人に性格も一緒ななんでしょなんか声とか喋り方とか一緒だし見た目も一緒なんだからっていうとでも性格全然違うって言いがちなんですよ。で性格もマジ一緒って言ってる双子って僕あんま見ないんですけどでこれは双子はお互いは全然違うと思ってるから要は俺まんじゅう好きで俺大福好きみたいなのってまんじゅう好き大福好き全然違うじゃんなんだけど外から見るとお前ら和菓子好きじゃんっていうので似たようなもんなんですよ。 なので、本人たちにとってみたら違う性格なんだけど、じゃあ一般の他の人と比べたら大体一緒じゃんみたいなのがあって、実は一般の人と比べると、ほとんどその性格変わらんよねっていう。要は、双子同士って違ってることが気になるから、ここが違う、ここが違うって言いたがるんだけど、外から見ると、うん、それ大体一緒っていうのがあるっていうので、で、それは20年双子を研究してる先生が言ってたので、あ、やっぱそうなんだ、へえ、面白いっていうのがあったんで、今日はいい勉強できたなと思いました。 なので、ね、アベプラって出てると結構面白い知識が手に入るんで、僕好きなんですよね。とはいえ、あの、自分が出てる曜日以外見れないんですけど、はい、一応 VPN っていうのをつなげば見れるんですけど、アベマプライムって海外から見れないんですよね。で、藤田さんっていうのはサイバーエンジンの社長が出てきた時に討論するみたいになって、で、アベマプライムを本当にちゃんと売り上げ上げたいんだったら、海外でも見れるようにした方がいいですよって話をしたんですよ。今、海外にいる日本人ってもう100万人ぐらいで、 で海外で生活している日本人の方が実はお金持ってる率高いんですよねお金ないと海外でそもそも生活できないし海外に出張してますとか海外赴任してますって人ってそれなりの大きな会社で給料も高かったりするのでなんでそのビジネスのお客さんとしては実は海外にいる日本人っていうのはそれなりに売り上げになるから海外で見れるようにした方がいいんじゃないですかって言ったら藤田さんが1週間後に見れるようにしますって言ったんですよ1年前ぐらいに <laughs> 未だに見れないんですけどねはい。<laughs>